はい、桃を食べるよ。なんかね、桃にちょっとこの間いたじゃん。それ桃さ、こうやって剥くのが一番いいんじゃないの、これ。チュルチュルって、ちょっとさ、冷蔵庫に入れてない方が剥きやすいんだけど、大体の皮がつるりんこ取れんだわ。こうやってさ、なあ、それが一番おいしいということに俺は気づいたんだわ。なんか切ってくうちにさ、桃汁ジュルジュル出ちゃうやつあるじゃん。そう、もったいなくね。これだとほら、まあ最後切るときに桃汁出ちゃうんだけどさ、これが俺、なんか今まではさ、なんかな、無理やり剥いたりしたんだけどさ、こうやってさ、切ってさ、チャインチャインチャインって入れてさ、ちょっとこう、種の周りが美味しいじゃん。種の周りはさ、ちょっと無理やりさ、こうしてさ、終わりだよ。これでよくね？ほら、桃ちゃん。な、こんた、種の周り、梅。ちゃんといた。ってことで、桃ね。俺はこう剥くぜみたいなやつな。こう切るぜみたいなやつ。ちょっとやってみたよ。ってことで。